もう暑いからね、自販機とかで買うでしょ、もうジュースを、うん、異常になんか落ちてくる100円あるでしょ。あー、もうあれマジで何なんすか。あのしかも暑いし、もう一刻も早くジュースが飲みたいのにガラ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 みたいって、うん、まあでもたまに、ああそうか、それは申し訳なかった、こっちが連発入れすぎたみたいなでしょ、うんうん、10円5枚連発入れた上に100円だから、それは感知しないかっていう時あって、ゆっくりスッててもカラカラカラ、まあ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 そういうこともあるかと思って、でもカラカラカラ、もうと思ってしょうがなく違うのを入れようと思ったらもう100円ないんでね、そういう時に。ないね、あれマジで何なんすかね。いやじゃあけど精度が高すぎてちょっとの賭けとか、あそういうことなんすかね、重さとかで弾くん、もう絶対入んないやつあるでしょ、その、うん、で1000円入れよう思ったら5000円しかなかったよね。ああそうそうそう、で5000円はもう受け付けないみたいな感じであったり、ああもうええわで1000円 Why Japanese people?今厚切りジェイソンにハマってんのかお前は。もう別にいいけど1000円入れようとしてもなんかしばしばで入んなかったね。あるある、1000円もしばしばどころかちょっと折れてたりしてもおーみたいな、ウィッミーみたいな、結構その上位だろ、千円札が返ってきた時の苛立ち、うん、人生においてうん、うーんウィーみたいな、なんかあの音も腹立つし音も腹立つウィーウィーとかもうっていう、あのましてや暑い時の自販機とかはまあこっちだけでいいけど、その結構並んでる食券とかであれになったらプレッシャーからもう汗止まんないでしょ、もうウィーみたいな、なんかウィーンってなるから、お前それじゃねえのやれよって思われてそうだけど、こっちは投げなしの1000円しかもんないし、そうそうそう、こっちはもう他の紙がない他の髪がないから、それをなんとか伸ばしてやるけど、ウィーみたいなね、うん、もう非常に真ん中の折り目がつきすぎてあるあるある、ふにゃふにゃの1000円あるあるある、でもうこっちも手汗もだんだん出てきて、もう余計しばしばになって、ね、でケツポケット入れとるけど、あれ財布の中のあの札とかしけっとる時ある、あるある、この時期はね、うん、あるある、全然使えない、感知しない時ね、うん、ウィーン腹立つわあれなんかもうちょっと申し訳なそうに出てこいよな、あれも、うん、すいません本当はできるんですけどねぐらいの、そのなんか生殺的に、いやいや本物は分かってんすよ、分かってんすよみたいな出方だったと、僕ね、こうウィーッはいダメーみたいな出方でしょ、今んとこあのトーンもそんな感じ、トーンもウィーッ、もうちょっと分かってます、いけるんすよいけるんすよって、その本当は お前が言ったらより腹立つ、いやいやでも誰が言っても腹立つ、あれウィーッみたいな、あのもうちょっとね、分かってます分かってますけど、ちょっとだけシワがこのあるんで、うん、もう一回直して入れてもらえればみたいな感じがないでしょ、ないな、無機質にやりやがって、うん、まあそりゃそうですけど、機械ですからね、ロボですからねもうちょいね、あの入れたち、まあこれ結構共感系かもしれませんからね、あ、まあしっかりお金を管理した方がいいってことでしょうね、小銭はもうどうしようもないですけど、千円札は完全にこっちのミスが多いですからね、そうですね、やっぱり二つ折りの財布持ってるぐらいの生活レベルですからね、我々はなるべくピッチリしてね、それをいっぱいこう綺麗に畳めるようにね、畳めるというか、やっぱ長財布とかね持ちたいですよねそれ普通の大人持ってるよ、もうそんなのなんバリ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 って言ってね、僕らの財布はね、ああのマジックテープみたいなやつですからね、マジックテープ、なんで成長できるように、そのやっぱエレキテル中野さんもね、あの本当に最近までバリ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 の汚い財布使ってたんですよ、はいはいはい、で、あのちゃんとした長財布で使い出したらブレイク、ブレイクというか、はい、お金が入ってくるようになったって言ってました。ああ、じゃあそういうのもよく聞きますからね、うん、逆にそっちに先行投資していいものを持ってればお金入ってくるっていうのもありますから、うん、そっちもちょっとね考えて、そのメーのストレスをなくせるようにね、そうですね、していきたいと思います。綺麗なお金をね、綺麗なお金を綺麗に使います、うん、なんかその悪いことしてるみたいなそんなことではないですからね、しっかりしますんでね、お願いしますよ。何をこれ、何をお願いしてるんでしょうね、いつも、うん、まあまあ、頑張っていって売れるように皆さん応援お願いしますよ、略してお願いしますよ、ね、なるほどね、はい、いろんなお願いしますよがありますからね、うん、まあいいんですよいいんですよ、そのお願いしますよでいいんですよね、お願いしますよ、いろんな、毎回してお願いします、そうな、いろんなお願いしますがあるんですから、僕がイライラしてるんでもうちょっとあの優しくしてくださいお願いしますよの時もあるし、いろんなお願いしますよがありますからね、とにかくお願いしてるんですよ適当にお願いばっかする平日毎日愚痴を更新していますウエストランドの愚痴ラジ、ぜひチャンネル登録してください。ちょっと一言お願いをねしてもらって、いやそうなんですよ、まあ愚痴は全部僕が基本的に喋ってますから、そうなんです、こんな感じですから僕は隣にこいつを座ってますんで、ぜひチャンネル登録してみてください、お願いします。